モニターから立って50代以上モニター専門家モニキャンです。2024年も12分の1が終わり、2月に入りましたが、もう早速やってきましたね。Amazon タイムセール祭り、今月もモニターから食料品まで様々なものが安くなっているので、モニキャン一押しのセールでお買い得な商品を紹介していきたいと思います。セールの期間は2月4日の23時59分までと87時間限定のセールなので、買い忘れのないよう注意しましょう。それでは行くぞ。まず最初は FPS からグラフィック重視のゲームまで快適に遊ぶことができるゲーミングモニター、 BenQ モビウス EX2510S。 モニケンチャンネルでもめちゃめちゃ大好評のゲーミングモニターで、色味の綺麗さ、映像の滑らかさ、角度調整のしやすさ、内蔵スピーカーの音質の高さなど、オールマイティにスペックが高いです。プロ挿入機能や暗いところを明るく見えるようにする機能など、 FPS 向けの機能や眼精疲労を軽減する設定があったりと、自分好みにモニターをカスタマイズすることもできて、フル HD のゲーミングモニターの中では最高クラスの性能です。お値段は3万1000円。フル HD で3万円超えは正直ちょっとお高めではあるんですけど、性能の高さはモニケンも保証します。1台で何でもできるフル HD の最強ゲーミングモニターが欲しいなら EX2510S おすすめです。もうちょっと安いフル HD のゲーミングモニターが欲しいっていう人には、このホワイトカラーが眩しいビクシオ EX248 ウェーブホワイト。ゲーミングモニターってさっきの BenQ のモニターもそうなんですけど、まあ基本は黒色、たまにシルバーっていうのが多いんですけど、こいつはフレームからスタンド、台座までホワイトカラーで統一されてます。最近はゲーマー人口が増えてきたこともあって、デスク周りをおしゃれにしてる人も多く、デスクやデバイスを白で統一してるなんて人も結構います。そういった人にはね、めちゃめちゃおすすめのモニターなんですよね。白いゲーミングモニターってそもそも種類がめちゃめちゃ少ないですし、デザインにこだわるとスペックに対して価格は上がり気味になります。しかしね、そこはコスパに定評のあるピクシオ、リフレッシュレート 200Hz、 D2G で 1ms の高速の応答速度、ファスト IPS パネルなので色味も綺麗、 23.8 インチで FPS ゲームに適してる。こういったゲーミングモニターに求められる必要なスペックをしっかり満たしていながら、価格はなんと 22,900円。デザインにこだわったゲーミングモニターながら、この価格とスペックはかなりコスパが高いです。角度調整機能が前後のチルトのみなのが残念ですが、 75mm×75mm のベサ規格にも対応しているので、使っていて気になるようならモニターアームを使えば問題ないです。ちなみに付属品のディスプレイポートケーブルや AC アダプターもホワイト統一、ケーブルまでねホワイトに気を使ってくれてるのは嬉しいですね。ちなみにピクシオは白いモニターアーム ES2SW も販売しているので、セットで買うのもありよりのアリーベデルチ。組み合わせるとね、もうめちゃめちゃおしゃれですよね。 FPS ゲームしかしないっていう人は BenQ ゾービーXL2411K、 これが3万円以下だと答えですね。スペック的にはリフレッシュレート 144Hz、 応答速度 1ms と一般的なゲーミングモニターなんですが、このモニターは液晶パネルに TN パネルを搭載しています。なので実際に使うと映像の残像感がめちゃめちゃ少なく感じられます。 FPS ゲーム向けにフレームとフレームの間に真っ黒のフレームを挟み込むことで、映像のブレを劇的に軽減するプロ挿入機能であるダイヤック、暗いところを明るく見えるようにしつつ、明るいところは明るくしすぎない色調整を行ってくれるブラックイコライザー、色のサイドを調整できるカラーバイブランスなどなど、 FPS を快適にプレイするための機能が盛りだくさん。ただし FPS 特化になっているため、色味は白っぽくて普通のゲームをやったり作業用とか動画視聴とかにはいまいちです。これを買う場合はもう FPS ゲーム専用モニターって考えて購入しましょう。お値段がなんと 26,800円に、さらに2000円オフのクーポンが出てるので 24,800円で買えちゃいます。ここまで安く買えたことなかった気がするので、多分過去最安値じゃないかな。年末年始より安いです。激安
IO データの 4K160Hz のゲーミングモニター、ギガクリッター EXGCU271HXAB もセール対象になっております。 AHVA パネルっていう謎のパネルを使ってるんですけど、実はこれ高精度な IPS パネルなので、めちゃめちゃ色味も綺麗、 4K の繊細な映像に AHVA パネルの美しい色彩で、映画鑑賞からグラフィック重視のゲームまで適性は非常に高いです。さらにリフレッシュレートも 160Hz 対応なので、 PlayStation 5で 4K120Hz を出すことも可能。リモコンも付属してるし、スピーカーも内蔵していて、スタンドも高さ調整や回転までできる高性能、 USB Type-C 接続にも対応。これだけハイスペックでお値段 76,330円という破格のお値段、 4K144Hz 以上のモニターを探していた方は検討してみてはいかがでしょうか。ティールシリーズの最強ゲーミングキーボード、 Apex Pro 10キーレスの日本語配列版、オムニポイントスイッチっていう独自のスイッチを搭載していて、 T を押し込んだ時に反応する深さ、アクチュエーションポイントっていうんですけど、それをパソコンから自分で設定できるんですよね。 0.1 ミリから4ミリまでの範囲で 0.1 ミリ単位で設定できるので、よく使う WASD とか F や E キーなどは最速の 0.1 ミリセカンドに、誤入力が怖いタブキーとかは深めの4ミリに設定するみたいな感じで、自分好みのキーボードを作り上げることが可能なのが Apex Pro のめちゃめちゃいいところ。しかもアップデでラピッドトリガーにも対応したので、押し込んだ後スイッチがちょっとでも戻ったら離した判定にすることも可能。バロラントのストッピングなどがめちゃめちゃ楽になりますね。あとゲーミングキーボードなので光るんですけど、この光り方がめちゃめちゃ綺麗で美しいのもおすすめポイント。ちなみにこの TKL は10キーレスの逆、10キーがあるモデルも売ってるんですけど、10キーレスの方が基本的にね、ゲームをプレイする用途としては使いやすいです。お値段は 29,682円、ゲーミングキーボードとしてはハイエンドクラスですが、マジでめちゃめちゃ使いやすいキーボードなので、お金に余裕がある人は検討してみてはいかがでしょうか。あとおしゃれなヘッドセットもお買い得ですね。アークティスノバ 7P ワイヤレスのホワイトカラーモデル、このカラーめちゃめちゃ良くないですか。ホワイト統一のデスクを作ってる人とか、白いデバイスが好きな人にはマジでおすすめ。メガネをかけて長時間ゲームをプレイしていても痛くならないこのイヤーパッドがね、めちゃめちゃいいんですわ。音質的にはゲーム向けに調整されている感じで、足音とかははっきりわかりやすく聞こえます。 Bluetooth と 2.4GHz 接続の両方を同時に行えるので、家庭用ゲーム機とつなぎながらスマホで通話するっていうミックス機能があるのも素晴らしい。お値段は 20% オフで 19,824円。あとこれは僕が使ってるデスク周りの小物なんですけど、アンカーマグネティックケーブルホルダーっていう、このね四角いパーツをケーブルにつけることで磁力でまとめてくっつけておけるっていうアイテム。これ地味に便利で、Type-C ケーブルとかデスク周りのケーブルをね、こんな風にまとめた上で、こいつ自体に磁石がついてるので、デスク横の金属部分にくっつけてまとめておけるので、あのケーブルどこ行った?みたいなこともなくなりますし、こんな風にね、円に絡まったりすることもなく、デスク周りが非常にスマートになります。お値段1350円とお求めやすいお値段なので、ぜひ一つ買って使ってみてください。あとダイソンのスティック掃除機もセールになってますね。僕も家のスティック掃除機ダイソンなんですけど、マジで吸引力が違うし軽くて使いやすい。このね、コードレスクリーナースタンドと一緒に買うことで、縦置きができるんですよね。縦置きできるとスペースも取らないし、パッと手軽に取り出せて掃除が面倒にならないので、一緒に買うのがマジでおすすめ。掃除嫌いの僕でもたまに掃除するようになったのはダイソンのおかげですね。お値段はセールで 39,800 円で購入できます。まあ、高くはあるんですけど、掃除が嫌いな人ほど買ってほしいアイテムですね。そしてモニケンチャンネル定番のパックご飯、レンジでチンするだけで食べれるお手軽ご飯ですね。一人暮らしの主食になりますし、家族で暮らしてるっていう方も非常食としてね、あると便利な一品です。 150g×24個で1774円、1個あたり74円、まあ、1食のお米が74円って考えたらかなり安いと思います。僕は本当に毎月のように注文してる。そしてパックご飯と一緒によく食べてるのがこれ、箱のままレンチンで作れるレトルトカレー。
アウストロウマ牛角煮カレー 200g×5。 これね、大きい牛角煮がゴロッといくつか入ってて、肉を食べてる感もあるんだけど、しっかり煮込まれててめちゃめちゃ柔らかいから食べやすい。200円から400円くらいのレトルトカレー、僕めちゃめちゃ食べたんですけど、この中でもこれが一番うまいと思います。5個入ってて1454円なので、1個あたり291円、パックご飯と合わせても400円以下で1食いけます。ちなみに中辛ですけど全然辛くないです。そしてここからは怒涛の飲み物ラッシュ。飲料水系はね、日々の生活で大量に消費すると思うんですけど、買うと重たい面倒なものなので、こういう機会にまとめ買いしておくのがおすすめです。スーパーやコンビニで買うよりも安いのに、さらに運んできてまでくれるとか噛みすぎですよね。で、まず水なんですけど、水道水は飲みたくないっていう人はとりあえずこれポチっときましょう。 500ml×24 本で1188円なので、1本あたり50円、この辺で買うよりだいたい安いと思います。というか 500ml×24 本って12キロくらいありますからね。それが運んでもらう料金込みで1188円ってクッソ安いです。置き場所があるならいくつかまとめて買ってもいいくらい。水なんてね、もういくらあってもいいんですから。同じく炭酸水、こちらも 500ml×24 本、1本あたり約50円とかなりお安くなってて1190円で買えちゃいます。そのまま飲むもよし、お酒と割るもよし、楽しみ方は無限大。これまたまとめ買いしておくと非常に便利ですね。僕の家は水と合わせてどっちも一箱は常に常備してます。で、さらにさらに伊藤園の多いお茶もあります。1本の中身が 460ml とちょっと減った代わりに本数が増えて 460ml×30 本で、お値段2052円なので1本あたり68円。お茶なのにかなり安いですよね。ここまで紹介した水、炭酸水、お茶、全部ラベルレスのペットボトルなので、ゴミ捨てが楽ちんなのも素晴らしいポイント。エコだし楽なんだから、ネットで箱買いする飲み物なんて全部ラベルレスでいいんですよね。ラベルいるか。そして最後にセールといえば定番のポイントアップキャンペーンのエントリー、これだけは絶対にやっておいてください。概要欄にこのポイントアップキャンペーンページへのリンクを貼っておくので、そちらのページからこのキャンペーンにエントリーするっていうのをクリックすれば OK。あとは条件を満たせば自動でポイントが付与されていきます。これをやっておくとセール期間中に1万円以上の買い物をすると最大で 10% のポイント還元が受けられます。プライム会員で 1.5%、 Amazon マスターカードの買い物で最大 3%、 さらに食品、飲料、お酒、この製品に対してだけさらにプラス 5.5% つきます。これめっちゃ熱い。食料品とかね、飲料とかお酒なんて、もう買いだめしといても困らないですからね。賞味期限長いし基本。この機会にね、パックご飯とか、レトルト食品とか、水やお茶など、もうがっつり買いだめしておくのがおすすめ。やるだけで爆アドのキャンペーンなので、必ずエントリーしておきましょう。というわけで、Amazon 2月のタイムセール祭りのおすすめ商品の紹介でした。よかったら皆さんが買ったものやおすすめのセール品を教えてくれると嬉しいです。そんな感じで動画を終わらせていただきます。最後にこの動画が良かったな、参考になったなと思った方はチャンネル登録高評価よろしくお願いいたします。それでは次の動画でお会いしましょう。 See you!